京都の四条大橋です。天気は日差しもあって元旦とは打って変わって暖かいです。この日は1月7日十日恵比寿前でした。京都恵比寿神社も準備が進められていました。十日恵比寿は平日のため参拝できないので本日参拝します。横のノックをして参拝できるところは閉じられていました。六波羅蜜寺に到着です。元旦よりは人が少なかったです。おみくじはいただきました。おみくじは2月4日からのものになります。豊久寺神社に到着しました。こちらは大光豊臣秀吉公を祀る豊国神社の総本社になります。学生の方が制作した竜の飾り物が収められていました。この鐘には大阪の陣につながった有名な名文が刻まれているそうです。ぜひ探してみてください。この鐘は重要文化財に指定されており、東大寺、新音院のものと合わせ日本三大名勝の一つだそうです。はい、こんにちは。ただいま、京都に来ています。2024年1月7日日曜日ですね。元旦の時に行けなかった六波羅蜜寺さんの方に参拝しておみくじを引くことができました。その後豊国神社に立ち寄って、こちらも初詣という形で、参拝させていただきました。今はこちらですね、京都の三十三間堂の隣の道を歩いています。このまま滝尾神社というところに行ってみようと思います。滝尾神社、今年が2024年が辰年ということで、竜にまつわるという神社らしいので、こちらちょっと初めてお伺いする神社なんですけど、こちらの神社に向かってみたいと思います。それでは行ってみましょう。途中 JR 線を渡る橋があります。ここでは滋賀方面に向かう JR を見ることができます。人が多くなってきた気がします。歩くこと10分程度で滝尾神社に到着です。神社の広さに似合わない人の多さです。昨年のうさぎ年は岡崎神社がすごい行列でしたが、辰年には竜にまつわる神社に人が集まるんですね。この日は本殿に参拝の列と拝殿の竜を見る列が形成されていました。
本殿の参拝列は1時間程度、拝殿の龍の観覧は2時間待ちだそうです。私は参拝をしました。拝殿は後日改めて来ようと思います。ご視聴ありがとうございました。